サフランはフランスの自動車会社ルノーが1992年から1998年まで生産していた大型乗用車である。2008年8月から2016年までルノー参加の自動車会社ルノーサムスンが製造しルノーがこの名前を冠した乗用車を中東市場向けに販売していた。当時のルノーの最高級車種である。 ルノー25の後継型として1991年、ジュネーブショーでデビューし、1992年に発売された。4700mm を超える日本の3、ナンバー枠の全長ながら、ルノー25と同じくフランス車らしい、ハッチバックの前輪駆動車である。ただし25とは異なりラグナや後のルノー車と同様に、エンジンはすべて一般的な横置き配置となった。 サスペンションは、前が、ストラット、リアが、マルチリンク。デザインは後に、BMW Z3 なども手掛けた、日本人デザイナー長島ジョージによる。発表当初は、これまでのルノーの路線と違いすぎる、フランス車らしくないと批判も受けたが、販売の面では、まずまずの成功となり、また、フランス大統領公用車にも採用された。エンジンは、 ボアファイ 93.0mm ストローク 73.0mm 2975cc の V 型6気筒を搭載した最上級モデルのほか、直列4気筒 2000cc8 バルブ 107PS、直列4気筒 2200cc8 バルブ 110PS、直列4気筒 2000cc12 バルブ 140PS、直列4気筒 2200cc12 バルブ140、PS PS、直列4気筒に1 0 0 c c 8バルブターボディーゼル 90PS の仕様があった。1994年には、ドイツの有名チューナーハルトゲの手により V 型6、気筒の3.0リットルエンジンをツインターボ化し280馬力とし、4輪駆動化した、ビターボバージョンも追加されたほか、シートを本革であつらえ、専用スーツケースを備え、4輪にエアサスペンションを、 おごった高級バージョン、バカラも用意されるなど、名実ともに、フランスの最高級車であった。1996年には、エンジン乾燥などのマイナーチェンジが実施された。直列4気筒 1900cc16 バルブ 140PS、直列5気筒 2500cc20 バルブ 170PS、V 型6気筒 2900cc24 バルブ 192PS。 直列4気筒 2200cc12、バルブターボディーゼル115バリー機の仕様がある。1998年に生産終了し、そのコンセプトは2001年に発表された、後継モデルであるベルサキスに引き継がれた。二代目サフランフロント二代目サフランリア2008年8月、ルノー参加である韓国のルノーサムスンが、中東地域向けに、 同社の上級者である SM5 をベースに同社名で輸出を開始。ベースは J31 型日産ティアナをベースとしており、従来のサフランとはボディ、プラットフォーム、メカニズムなどすべてが全く異なる。SM5 との違いはエンブレムや CI マークのみとなっている。エンジンは MR20 でをベースに M4R と呼ばれる直列。 4気筒 2000cc16 バルブ 143PS エンジンを搭載した。2010年ベース車両の生産終了に伴い、本モデルも生産終了。3代目サフランと外装を共有する、ラティチュード2代目の後継として、3代目 SM5 のルノー版であるラティチュードをあてがわれる格好となった。メカニズム、外装ともラティチュードと同じである。生産は2代目、同様。 ルノー・サムスン不山工場が担当。2016年まで生産、販売が続けられ、後継車種であるダリスマンの登場に伴い、廃止。日本仕様は、主に V6 エンジンを搭載するバカラヤクスが、当時のインポーターであった、フランスモーターズによって輸入されたが、車両本体価格が500万円以上もしたため、ごく少数しか輸入されなかった。 輸入者ガイドブック 1994p232 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 輸入者ガイドブック 1994p173 ヨーロッパ自動車人生活 p95 は1992年とするが当時の資料を優先した輸入者ガイドブック 1997p172 輸入車ガイドブック 1994p232 ヨーロッパ自動車人生活 up87 ヨーロッパ自動車人生活 up96 輸入車ガイドブック 1997p172 輸入車ガイドブック 1994p232 ありがとうございます。